はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。さてですね、前走、天皇賞春を、見事に勝利しました。片野ハービー、なかなか二の足でした。ということで、次ですが、まあ宝塚記念もあるんですが、これを宝塚記念もう取っちゃってるんで、 WBC の方に挑戦したいと思います。ステップ4分の1ってなんだ？ああ、そういうことか。ひとまず、デイリーガチャを引きたいと思います。お？なんか来る？ああ、残念。SR ですね。お、ラッキーバヌシ来た。瞬発力 A ですね。ようやくパラメータが判明しました。まあ、36周残ってるからな。今さら感は強いですが。パートナー調教です。さあ、宝塚記念の週です。ちょっと調子落ち出したな。
ああ、調子落ちかない落ちた。480キロです。ちなみに、まあ、なんでもいいんだけど、バタージはバッチリですね。OK です。というわけで、WBC 行きたいと思います。さて、WBC ですが、クラシックかターフですよね。SWBC 今調整するのは、リスクが高い。というわけで、WBC ターフ 2400m 挑戦したいと思います。はい、見事な結果になると、はい、非常に嬉しく思いますが、果たしてどうでしょうか。はい、ご期待ください。ではまた後で。はい、それではですね、結果が出ました。WBC、観戦したいと思います。お、多分これ、あ、なんか瓶が落ちてる。3番人気か。1番人気ないんだ。今回の相手は強敵ですね。スタートです。やっぱりね、こういう SWBC なんか言ってられないですね。こういう WBC でダントツの一番人気にならないと、まあ引退レースは別ですけど、負けると能力が減退が激しいんで、レースは慎重に選ばないといけない。あんまりいいスタートじゃなかった。さあ、ここでコインを取って引いた4番手グループだ。2回取ってますからね、WBC ターフは、この馬。それで3番人気はちょっと屈辱だな。状態も良くしたんですけどね。馬体重はベストだし。タイムはまあ普通ですね。早くもなく、遅くもない。ゴールドシップに乗れなかった、横山紀弘に乗れなかったらどう影響するか、もしくは、さあ、いよいよもうすぐ本番です。少しずつ伸びては来ているが、さあここから伸びていく、しぶとく。さあ、エレガントウェーブがいい伸びをしている。ちょっと伸びが足りないぞ、これ。ここから粘りだ。というか、ルソーに、あーっと2頭にかわされた。かわすのに戸惑っている間に2頭に外からやられましたね。というか、この馬自体はパッとしないんだ。
成長分とかあるんかな。ちょっと悔しい結果ですね。ここまで連勝続いてただけに。ちょっと残念な結果に終わりました。はい、というわけで3着か。まあ残りが31周ですか。はい、まあそうですね。まあ次の G1 でどういう内容になるかが結構鍵だとは思います。立て直せればいいなとは思うんですが、はい、ご視聴いただきありがとうございました。はい、いつも通りチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト流れますので、お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。